イメージと違いすぎる偉人の真実。戸三戸光に、ご存知三戸黄門ですが、170センチ、75キロ。実は助さん、各さんより大柄。加えて、レベチの主号、伊達政宗、159センチ、70キロ。右目は、実は見えていた。闘争の後遺症で、まぶたが癒着し開かなくなっただけ。あと、肥満、豊臣秀吉、140センチ。 45キロ、超小柄で127センチ、という記述も、彼と会ったオランダ商館長のティチングは50インチと書いている。徳川綱吉、124センチ、40キロ、小類哀れみの例で、江戸の人たちに嫌われ、職人がわざと小さく遺牌を作った可能性も、坂本龍馬、169センチ、66キロ、異界用、龍馬はよく右手を懐に入れていたことから、ピストルを所持していたという説もありますが、ナポレオン同様、異界用で、いつも腹をこすっていたとも言われています。そもそもこの写真に写る彼は、龍馬じゃないとも言われています。